この艦隊にいる駆逐艦の妹たちは今後私に任せてくれ。誰が来ようが私と指揮官の妹たちは一人たりとも傷つけはさせん。指揮官と一緒に過ごす毎日が記念日です。こんな夢みたいな生活がいつまでも続くといいですね。指揮官の気持ちは分かりました。これからはずっと私のすべてを指揮官にお預けします。自分が言うのもなんですが、やはりちょっと恥ずかしいですね。